あとで行く？いいよ。うん。あ、マジで金取んの君いくらあげる？まあ、1万かな。 いいよ。いくらいくら？5万。高っ。あ、すいません。うっす、風が生ぬるいですね。どうでした？パチンコ。めちゃめちゃ冷たいっす。傘持ってきました。それもらおうかと思ったんですけど、俺も忘れたんで。涼しいですね。いやー、どうでした？勝ちました。まあ、テンション的にボロ負けしたのかなと思ったんですけど、だいぶ負けました。いや、ちょっとなんか負け感が半端なかったんで大丈夫かなと思って。新宿はこう雨降るとこのマッド感というか上がりますね。あ、ちょっと止んできた。はい。はいはいはい。あ、でも何かあるんですか？ちょっと待って、めっちゃ可愛いなと思って、ちょっと待って、機嫌悪い、めっちゃ悪くない？クソ機嫌悪くない？いや、負けたせい。どれぐらい行かれたん？え？ 8 行かれた？それまずいな。8ぐらい、8か。工事してる、なんかもうみんなほらすごいしてる。やっぱこうなんつーの、こう工事を早く終わらすことにより、こう新宿区ひいては東京に対してなんかこう回転を良くしたいなみたいなあるよね。新宿区民ですか？あ、そうなんですね。僕は渋谷区民ですけど、新宿の工事も捨ておけないというか、うん、そういうとこあるんですよ。やっぱこういう地面とかね、うん、大事だなと思って。コンクリ頑張ってるでしょ。めちゃめちゃ頑張ってるでしょ。あの辺結構ナンパされるよね。はいはいはい。ここまでついてきたやついな。おっしゃ、やった、ホストに勝った。ホストあいつは意外とメンタル弱いからね。え、聞いてますけど。嘘。あ、どっち？こっち？こっち？どこ？大久保の方？あ、すぐそこら辺なの？一人っすか？それとも彼氏とっすか？あ、旦那いんのね。結婚してんだ。早まりましたね。いつ結婚したの？だってやっぱ結婚はさ、ピーク時にしたい、自分の売り時、一番高い値段がつく時にするべきでしょう。早まったなと思って。まだおるから結婚したの早かったなと思って。あ、そうなの？マジ見えないね。14歳ぐらいかと思った。14歳かなと思ったけど。マジっすか。
え、旦那何時帰ってくるの？8時ぐらい？あ、もう2時間ぐらいあんじゃん。なあ、2時間あんじゃん。2時間あったら何や、なんかいろいろでき、恋も生まれるよ、2時間。2時間、人妻も関係ない。恋は結婚後に始まるから。結婚済ましといて恋です。はい、恋するかだから。うん。だって結婚してないと結婚のことか常にチラチラ頭の中考えるから純粋に恋はできないわけよ。わかる。で、結婚した今となったら恋に集中できるみたいな。だって相手のスペックとか考えなきゃいけない、いろいろ。純粋な恋考えられないでしょ。そうでしょ。今逆に今となったらいけるみたいな。だって旦那結構稼いでんじゃん。ああ、だってまあ8万吸っても、あ、これ別に旦那の金8万、8万旦那の金吸って少ない、さすがに8万はやらかしすぎじゃん。あ、へこんでんだ。へこんでんだね。はい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 。どうしパチンコ無理無理無理。めちゃめちゃいい子。え、でも、そう、つけると思うんですね。え、今日何時から打ってたの？いや、めっちゃガチ勢じゃん。いやいや、なんか一応専業主婦こなしつつやってるからセーフみたいに言ってるけど、全然アウトだわ。そうでしょ。なんならもう家政婦やった方がいいでしょ。家政婦最近安いからね。でもパチンコに負けてる金で家政婦やってればいいじゃん。なるほど。まあ一応自分も仕事しつつの専業主婦でしょ。だから家事をやりつつのみたいな。いや、どこ行くの？家近く、この辺なの？出来合いの、さすがに手作りじゃないってことだ。手作りなの？あ、でも旦那8時に帰ってくる。8時、あ、何、旦那何してんの？うん、会社とかやってるか。会社やってる。ふーん。いや、この辺久々に来たな。あ、ここ住んでんの？ちょっと待って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 。あ、ここ住んでんの？マジで？すげえいいとこじゃん。すごいいいとこじゃない。あ、へぇ、同棲してんの？めっちゃいいとこじゃん。はいはい、うまい。俺も一回、いや、待っていい？部屋見て。部屋待っていい？よし。まずいか？旦那にばっか。手伝うから。LINE 教えてほしい。 LINE。 俺は代官山、1本、新宿3丁目ある1本だから。でもパチンコ打ってるのまずもったいないと思う、本当に。いかんの、俺いかんの。ちょっとフラッと行ってみたら、俺兄貴と親父がめっちゃパチンコ打つ、あ、兄貴めっちゃパチンコ打つから、なんかちょっと嫌いになったっす。もったいないと思うし、なんかじゃあ、ちょ、マジで。あ、じゃあ教えて。
てよ、パチンコやり方。楽しいね。そんな大きいの。あ、いいよ、今度行こう。今度行こうよ。いいよ、いいよ。教えて、俺に、やり方。じゃあ、君が俺をパチンコ卿にするか、俺が君をパチンコから目覚めさせるか。いい勝負、戦い。あれ、それやろうか。マジで言ってん、なんでそんな、子供とか作りゃいいじゃん。わかるじゃんね。やばいな。もうカウンセリングとか行った方がいいんじゃないの。それ俺か。俺だわ。うん、俺だわ。はい、ありがとう。はい。オッケー。いや、今度パチンコ誘ってな。で、明日も行くの。行くんかやっべやばいやばいいやここ住んでるのってこれですかやば8万吸って明日も行くとか言ってる主婦何もやってないやばいな多分病んでると思うけどパチンコ一緒に行くんだったら LINE 教えてあげるっつって一応上がり込もうとしてみたけどそれ無理だなと思いつつもこの状況で上がり込もうとしてくる感じを評価してもらいたいなと思ったけどわしもちょびちょびしたいわいって思ってくれた人は高評価コメントチャンネル登録お願いしますあとそもそもちょっとナンパに興味出てきた場合ちょっとナンパやってみたいって思った人はですね概要欄にナンパの仕方とかどうやったらナンパできるようになるとかいろいろ情報 YouTube では言ってないようなこともあげてるのでチェックしてみてくださいうっす